なお、この試合はスーパーファイト70キロ級3分3ラウンド延長1ラウンドにて行われます。スーパーファイト70キログラム契約3分3ラウンド延長1ラウンドの戦いをお届けしていきます。この試合の解説には布施浩二さん、そしてゲストにはブレード TV で今回から登場しています福間彩香さんを迎えてお届けしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、福間さんにとっては、はい、先ほどちょうど初めてね、リングに上がりましたけれども、改めて緊張しますか？改めて解説という立場どんな風に伝えていきますか？はい、もう本当この間近でこんなに近くで見れることがないので、はい、今日ちょっと男の戦いをビシビシと間近で見ていきたいなと思っています。そうですね、さあそして布施さん、本当に素晴らしいカードが組まれました。そうですね、本当ゴールデンカードですよね、これはね。この両者に関しては昨年の9月スペインで開催された K1 ワールドマックス2013のトーナメント1回戦で対戦しました。はい、その時はですね、アンディ・サワーが判定で勝利を収めているわけなんですが、ただ本当に僅差だったんですよね。なるほど、もう見方によっては軌道の勝ちじゃないかっていう見方もあったぐらいで、そういった中で2013年黒星を喫したのはこのアンディ・サワーだけという記録が現在4連勝中ということで、ですね、ベストな体重、ベストなコンディションで臨んでくるわけですよね。はい、楽しみです。どんな戦いになるんでしょうか。白いグローブ赤コーナーがアンディ・サワー、そして黒いグローブ青コーナーの木戸康弘。はい、福間さん、はい、ブレード TV でですね、木戸選手とゆっくりと話す時間もありました、どんな選手ですか？そうですね、もう本当に強いだけじゃなくてエンターテインメント性も優れている選手だなと思って、そうですね、ホームページでも流れてますので、ぜひ見ていただきたいと思いますが、木戸の布施、さん、良さが出てますよね。出てますね、キャラクター全開でしたからね。さあそんな中でこの序盤お互いに牽制する動きが見られますが、2013年、昨年ですね、布施さん、一度戦った後に、アンディ・サワーのところに木戸が行って、で木戸はですね、アンディ・サワー教室を開いてもらったと。そうですね、そんな話をしてくれました。自分の長所と短所をいろいろ聞き出したみたいですよ。そういった中で木戸はその教えてもらった嫌なところを出せばいいだけだっていうふうに敬老の後はさ話してくれましたね。はい、ただアンディ・サワーもね、本当百戦錬磨ですからね、その裏の裏をついてくるんじゃないですかね。なるほど、百戦錬磨のアンディ・サワーがこの勝利を叫び上げるか、はたまた日本最強選手木戸がを叫び上げるか。第1ラウンドがすでに始まって中盤、強烈なローが響きます。すごい音ですね。はい、間近で見るとこれだけの音響いてますね。男の戦いが手数を出してくる木戸、うまくかわすアンディ、サワーのローも響きますね。響きますね、お互い重いですね、ローがね。スーッとまた前に出てきます、サワー、中央リング中央がサワーです。追い込んでいく瀬さんはこの僅差の実力っていうのはどんな風に見てますかね？やっぱりその時の戦術がそうだったんですよね。前回の1ラウンドはもっと木戸君が足を使って、アウトボクシングをしてたんですけども、今回は本当にあれですね、足を割と止めてカウンターを待つっていう作戦ですよね。なるほど、そのあたりはやはりサワーに対しての研究を十分にしてきたと考えていいですかね。はい、ラスト30秒、迎え撃つサワーもこの木戸に対してアドバイスをしたことに関しては、自分たちは世界で戦うスペシャルな選手同士だ、どんなアドバイスをしようが次の戦いで最高のステージへその力を発揮すればそれでいいんですと、そんな風に話してくれました。ラスト10秒、じわりじわりとサワーが攻めていく。効いた木戸が効かした、ヒヤッとしたがサワー、また最後に木戸を捉えた。しっかりと結果を残し、ここに来てより一層強くなった、そんな感じがします、木戸康弘です。さあ第2ラウンド監視のゴングです。布施さん、改めて第1ラウンド振り返っていかがですか？いやもう最後の最後に木戸がね、一瞬ながらもアンディ・サワーをぐらつかせましたからね。福間さんは第1ラウンド見ててどうですか？もう本当に私が緊張してしまって、木戸選手がインタビューした時も、万全の状態のアンディ・サワー選手を倒さないと意味がないってすごいおっしゃってたので、なるほど、今回はその、その勢いっていうか、間近で見れてすごい興奮しています、ね。なるほど、
木戸にとってはもう勝利必須マストなんですよね。はい、はい、本当勝たないと意味ないですからね。これだけのステージを作ってくれて、この100回目という迎えるタイムストップバッティングがありました。100回目というステージでこのアンディーサワーと戦える、この喜びでたくさんの方々が期待する中で勝利は絶対だと木戸は話してくれました。ここはバッティングがあって一旦インターバルを取ります。アンディさんも鼻血出てますね。ここは一旦ドクターチェックが入ります。そこまで大したことないよってそんな表情を見せているサワー。再開します。さあ試合再開です。第2ラウンド迎えて、あっと激しいスッと出てきた近い距離だ。サワー瀬さん近い距離になりましたね。はい、出ましたよ得意のバックハンドが。サワーの狙いは何でしょうか。いやもうサワーの狙いはあれですね、もうチャンスをどん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 広げて、あの KO に結びつけるっていう作戦だと思いますけどね。なるほど、はい、ただサワーは気をつけなければいけないのはこの膝、今出してきましたね、はい、膝など不意をつかれるような技は気をつけなければいけないと、そんな風に話してくれました。この胴が非常に重い、この体育館の中響きますですね。きっともっともっと返した方がいいですね。返すものは何でしょう。はい、いやロー返した方がいいと思います。なるほど、はい、頭が突っ込んでくるぞとサワーがそういうアピールをしました。この距離ですね、はい、すごい迫力ですね。ローできてローで返す、男と男のぶつかり合いです。あとボディー、かなり効いた表情を見せた。ローブローですね。ローブローですか、はい、ローブローに入ったかというところです。ただいまアンディ選手の攻撃から木戸選手の下腹部に入りました。ここで一旦インターバルを取ります。少し回復を待ちます。多分バッティングが多かったんで、それに対しては報復だったんじゃないですかね。あ、なるほど、そういう思いもあるかもしれませんね。まあ、近い距離でどうしても戦っている、お互いのアグレッシブな体勢の中でというところがありますけれども、はい、ですね、はい、ローブローに対する警告がアンディ選手に与えられます。なこれはアンディソワ選手 の、 あの攻撃の中で一番これは防がないといけないというか攻略法として何かあるんですか。あの一番怖いのはアンディソワって何が一つというよりコンビネーションって連打が一番怖いんですよ。なるほど、はい、はい、ラストインどんどん出してくる。逆に昨日も怒り狂ったような形で攻めてきます。お互いエキサイトしてきましたね。してきましたね。この中でいかにどちらが冷静を保てるかですね。はい、互いにヒートアップしていきます。第2ラウンド終盤に来ました。コンビネーションから数々の技を出してくるアンディサワー。アンディサワー右足効いてますね。ローネ、なるほど、少し下がります。ラスト30秒、もう一度サワーが頭が突っ込んでくるんじゃないかとアピールもしていますが、それだけお互い近い距離で激しい戦い。膝が出てくるぞ。狙ってましたね今ね。おっとスリープです。ラスト10秒、残り10秒、サワーが前に出る。木戸が迎え撃つ。お互い止まりません。第2ラウンド終了。第2ラウンド、ただ木戸にとってはアンディ・サワーに昨年負けたというところでリベンジの思いも強いでしょう。ラウンド3、さあ最後は3ラウンドファイナルラウンド、これで決着がつかなければ延長戦はありますけれども、本当魂のぶつかり合いって感じですね。そうですね、布施さん、ここは2人とも決めたいですよね。決めたいですね。アンディ前出てきましたよ。来ましたね。少しスリップした木戸、そのまた前に出てくるサワー。木戸が迎え撃つ。日本魂、侍魂でアンディサワーを倒したい。タイムストップ。ここでまたカードが出ますが、どちらでしょうか。軌道に対してです。ホールディングですね。厳しいですね。ホールディングに対するカードが出ました。両選手に与えられます。両選手ともに両選手ということになりますと、これはアンディ・サワーにレッドカードということになりまして、ポイント点々1ということになります。アンディ選手が2枚目のイエローとなりますので、減点1。さあ、これで戦況変わりますよ。減点1の減点は痛いですね。ポイントが1点減らされた形になりました。サワー、ここはもうサワーが出ていくしかありません。これでも火がついた感じですね。ああ、効きましたね。すごい速いです。激しい激しい。サワーがどんどん倒しに行く。
えなければいけません。1枚レッドカード投げたアンディ・サワー、第3ラウンドファイナルラウンドまで来ています。少し足が滑ったか、顔面捉えた右ストレート、ここはちょっと軌道集中力保ってほしいですね。3ラウンドまで来ています。この注目のカード、サマー対キド、昨年のリベンジなるか。キド、アンディ・サマーが王者として君臨するか、その強さを見せつけるか。サマーにとってこの日本のステージでより一層強さを見せたいところではありますが、重い重い重いパンチが連打連打。第3ラウンド反応が効きません。木戸耐える、バックハンドブローを見せる。木戸は立つ、サワーが攻める。木戸もっと足出した方がいいですね。この足です、はい、左のもっと打ってほしいです。立ち続ける木戸、サワーは前に出る、突っ込んでいく。あとは血が吹っ飛ぶ木戸、ここしのぎどころですよ。さあ残り1分だ、ラスト1点、ラスト1点。立ち続ける両者、苦しいところなんですけどね、ここでね、攻撃し続けてほしいですね、軌道にはね。ポイントは赤レッドカードが出て、サワーが1ポイント下がっている形になっていますが、サワーにとってはこれ、取ればいいわけですからね。ですね、はい、ここで地獄の連打出てきますよ。第1ラウンド、第2ラウンドは、序盤からは激しい攻防を見せてきた両者でありますが、サワーが前に出続けます、軌道を耐えます。ラスト30秒、残り30秒まで来ました。ですね、もうあとは両者手数を出すしかありません。倒していく、さあサワーは攻める、サワーが前に出る。ここでタイムトーバル取ります。ラスト10秒、残り10秒、顔面捉えた。木戸は立つ、倒れない、倒れない、サワーが出る、サワーはパンチを出す。木戸もパンチを手数を出していきたい。試合終了、これにジャッジの集計に入ります。さあ3分3ラウンド、この後延長もあります。28対28、ドロー。さあドローです。ジャッジ豊永、29対28、青木戸、木戸は1本リード。ジャッジ小川、29対29、ドロー。ドロー、よって2票以上の獲得がありませんでしたので、この後インターバルを置きまして3分間のエクストララウンドに突入いたします。シューさん、はい、見ている側からすると、はい、ちょっと良かったなって思うような。いやこれはね、もう、はい、もう軌道はね、半分自分の勝利を確信したと思うんですけども、はい、やっぱ3ラウンドの、あの中盤以降に、あの猛攻かけられたのがやっぱりロスポイントになったんでしょうね。そうですね、菊間さん、もう3分見れますよ、はい、ちょっと私気合い入れて、はいはい、私もちょっと汗かいてきますね、こちらのカウントですよ。久世さん、この後の展開ですけれども、はい、どんな風に予想されますか。いやもうお互い出ていくしかないですね、これはね、はい、まあ、サモアにとってはレッドカード1枚出ましたけれども、はい、この延長に入ればもう関係ないわけですから、関係ないですね、はい、気持ちの戦いっていうところもあるんですかね。そうですね、もう気持ちしかないですよね、はい、まあ、延長に入るときにもういろんな選手にも聞いてきましたけれども、延長というのはもう気持ちしかないと、気持ちのぶつかり合いですね。その気持ちの戦い、さあ最後は3分どんな表現をしてくれるか、両者距離を取りたい、両者体力的にもお互い苦しい、そんな中で久世さん、はい、共に32歳という同じ年齢なんですね。です、本当そうなんですよ、はい、ただこうするバカでもいい身が入りましたね。これはいいアピールになったかどうか。ただこの年齢まで戦い続けるっていう久世さん、はい、素晴らしいですよね。素晴らしいですね、はい、そして自分に関しては出てきましたよ、アンディさんのコンビネーション、このコンビネーションで戦ってきたわけですから、はい、はい、そうそう、いいよいいよ、膝狙ってけ、膝狙ってけ、青コーナーのセコンドからは膝を狙っていけ、そんな声が飛んでいます。前蹴り、距離を取ったサワー、左肺、重い音が響きます。このエクストララインに入っても両者まだまだ力を残している。
またバッティングだ。バッティングですね。バッティングですね。完全に完全バッティングですね。前にスーッと入ったところで顔面が木戸の頭を捉えました。偶然のバッティングと判断されました。またここで一旦インターバルを取ります。木戸選手の抜き打進行を行います。少々お待ちください。延長ラウンドに入ってこのインターバル、須田さん、この辺りでまた一旦頭整理できますよね、はい、ですね、はい、ただここでですね、あの気持ちが後ろ向きになってほしくないんですよね、はい、本当に木戸にはね。なるほど、はい、痛いのは分かるんですけども、はい、自分との戦いっていうのも、はい、ありますね。絶対あります。ここはもう本当に多くの方がこの100、この スーパーステージに駆けつけているわけで、木戸の勝利を願ってるわけですからね、はい、はい、今本当観客席からも人生かかってるからなっていうね、これ飛んでますからね。そうですよね、はい、その人生をかけた戦い、俺は絶対に勝つ、勝利はマストだ、試合前に木戸はそう話してくれました。さあ戦いのステージに戻ってきました。沢が勝つか、木戸が勝つか、お尻を見せる木戸、画面トレイン、パンチトレンド、パンチトレンド、サワーがそれを待っていたかのように返しました。サワーの連打、サワーの連打、ローキロのパンチ、ローが良かったでしょう。そのローが出してくるサワー、ロー、キロはパンチ、キロはパンチで応戦、ローを出してくるサワー、サワーがローが、キロの敗、そしてサワーの敗、フラフラになる両者、手数を緩めない両者、戦いのステージはまだ終わらない、ゴングはまだ鳴るに暇がない。前に出ろ、青森セコンドからは声が飛んでくる。打ちながら前に出ろ。おっと、バッティングですね。ここでバッティングですね、はい、おっと、両者バッティングが多いということで、両者にバッティング、両者のバッティングです。両者限定位置です。近い距離でのアベースの戦いの中でバッティングが多く見られた両者にレッドカード、しかしこれがポイントの差は生まれません。ラスト1分、3分3ラウンド延長1ラウンド、この延長ラウンドで決着がつきます。さあ軌道が最後、あっと右へ、しかし軌道は立ちます、軌道は立ち続ける。サワーが前に出る、サワーは最後まで出る、軌道の左、最後まで出続けろ。両者そんな願いをこの会場を騒然として見てます。ラスト30秒、残り30秒ができました。おっと、サワーの膝が出てきます。軌道に返してほしいですね。あ、今アップ良かったでしょう。さあ軌道は最後の最後まで力を出していきたい、リベンジなるか。軌道、サワーの力をより一層上回るような軌道の力を。ラスト10秒、アバッカーのブロー、それに対してアンディのサワー、ローが飛んでいます。そしてここで試合終了。分からない、これよりジャッジ判定というふうになってるとか、はい、細かな表示がすごい伝わってくる。なるほど、さあ判定結果です。ジャッジ大沢9対8、赤アンディ9対8、サワー、ジャッジ大沢9対8、赤アンディ9対8、サワー9対8、赤アンディ、判定延長3対0、3対0の判定をもちまして、アンディサワーの勝利ということになりました。アンディサワー。